これがないと鑑定してもらえないらしい。ここで鑑定券もらってきたから選抜をこれにしました。なんかドキドキしてきた。今ね、鑑定が終わったね。鑑定券これがないと鑑定してもらえないらしい。でだからね、あの9時に来て待ってて、正解ホッサマグナミュージアムのところで。そしたらさ、あの9時ぐらいになったら人が続々現れて、多分この県町みんなで入ってったら、もうあの鑑定する人が全部説明始めててさ、この、 あの県の鑑定するにあたっての事前の説明してて、まあこの取れたからよかった。でも1時からだから、まだ時間あるから、一旦海岸戻ってまだ拾ってみようかなって。少し今ね、道の駅親知らずビアパークに着いた。ここでも拾えるらしいのね、あの翡翠が。でっけえ亀だな、ほらでかい亀。ここでもね、拾えるらしい、この海岸だ。でちなみに売店でこの石ころを入れるセットも買ったこれに買った石をちょっと入れて持って帰るからね。なんかね、親知らずの海岸の方がね、広くて拾いやすい。さっき言った翡翠海岸よりかも、ここでね、来て拾うのもいいよね。こっちはね、景色が綺麗。眺めいいよね。あそこでなんか一年がにが見えるし、あそこのレストランで。翡翠ラーメン、翡翠海岸と親知らず海岸でこんだけ拾いました。でも見てもらえるのは5個だけだから、上の5個選抜で1234、上の5個ね、12345、これを見てもらう。これからね、1時から鑑定してもらうんだけど、なんかドキドキしてきた。多分翡翠ないと思うんだけど、あればラッキーぐらいで、これからちょっと1時からちょっと鑑定してもらいます。今もうね、12時54分、あともう少しで順番が来るから、鑑定員に鑑定してもらう。はーい、今ね、鑑定が終わった。今翡翠かどうかの石の鑑定が終わった。それで
なんと一個だけ翡翠があった。いや、これが結晶片岩。これがよくあるあの海岸とかにある石英。これが緑色岩。これが翡翠なんだって。翡翠奇跡岩。細かい翡翠。なぜこれが翡翠なんだよ。緑色が石英。よくだいたい石英と、だいたい石英って言われちゃうんだよね。翡翠だと思ってても石英、一応こんな感じ。明かりはこれ透けて見えるんだよね。こっちから下から当てると、こうやって明かりが。よかった。一個だけ翡翠だった。うん。一応そんな感じ。このね、札は、その、研究員の鑑定員の人がつけてくれたの。この札は。ね。はーい。